2012年ロンドンオリンピックの自転車競技男子個人ロードレースは7月28日に行われたコースの難所であるボックスヒルザマルを発着点とする2 5 0トルの距離で争われた道中プットニー橋を通じてテムズ川を通りリッチモンド公園を経由してハンプトンコート宮殿が境目の地点となりその後は半時計回りに 大回りのコースを南下していく。その後、サリー州のボックスヒルサーキットを吸収する周回コースを経て北上し、再びハンプトンコート宮殿に至った後、半時計回りに進んでリッチモンド公園に至る。その後はスタート時と同じコースを逆に進んでザマルに到着する。スタート時間は現地時間で午前10時。日本からは別府市の 新白雪屋が参加。アレクサンドルビノ・クロフト・リゴベルト・ウラン、最後のスプリント争い、サイクリング、ロードレースルートマップ、ハットオリンピックロードレースルートオフィシャリーリビールド、サイカリン・ウィークリー2011年2月11日付、ボックスヒルが、鍵栄光の金メダルをかけたロンドン決戦が開催。シクロワイヤード7月28日付、ハットメンズロードレースアスリーツ公式サイト、 ありがとうございます。